です。今日はトーシューズのバーレッスンとセンターの様子をお届けしたいと思います。センターレッスンは別日に撮ったものなので、ちょっとメンバーが違うんですけれども、どうぞご覧くださいませ。では、トーシューズに立ってからのプレーをしたいと思います。8カウントで下で、8カウントで上がってきます。頑張ってください。上からポワッとに立ちます。1、2、3、4でデリプリエね。5、6、7、8が一番下。もうちょっと行っていい人いるよ。2、3、4、5、6、7、8。お尻出さない。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ドゥニポワットを通過して降りてください。これめっちゃきついですね。よく頑張ったと思います。はい、股関節から開いてないと結構ね難しい動きになりますね。しかも8カウントっていうねことなのでとっても難しいですね。でも内ももとかの意識も高まるのでこれはとってもいいエクササイズです。ではエシャってやってみましょう。頑張ってくださいね。エシャって逃げるという意味になりますね。しっかりとドゥーブレエシャって1、ドゥーブレエシャってパドブレスタンプル、そうしっかり、はい、シュスー、左からしっかりとね、こう出してね。ドゥーブレシャッペ、ドゥーブレシャッペ、パードブレ、パードブレ、パードブレ、シュス。はい、おしまいにします。はい、もっと5番ね。うん、そう、ウーベルトとドゥーブルアンレールをやってみましょう。軸足を引き寄せてウーベルトします。ウーベルト、ウーベルト、ト、ウーベルト、ト、ウーベルト。5番からドゥーブルです。はい、後ろ入れてシュス。はい、左から行きましょう。頑張って、ちゃんと前、ちゃんと横、ちゃんと後ろ、そうです。出してドゥーブル、5番、後ろ入れてシュス。そう、はい、頑張りました。よかった。ではトーシューズでグランバトマンをしてみましょう。頑張ってね。プレパラシオンで方向立って、前にしっかり軸足で放り投げる、横に前に出ます。そう、後ろダイニャラベスク、かかと見えないように、プリエからデブロッペ、スズニュー、エポールマンまで、綺麗な手のまま頑張ってね。横、前にレール、そうです。はい、後ろダイニャラベスク、プリエから、はい、スズニューです。足締めててね。はい、もうちょっと足高く上がるとよかったかな。タンリエポワントをお願いします。しっかり5番見せてね。ドゥミプリエ、右足前に進みます。そうです、まっすぐ見ます。右足横に進んで、トーシューズで進みます。お顔はどっちかな。足をクロスさせてね。プリエ、左足横に進みます。自分が思ってるよりも進む。プリエ、肘が下がらないでね。進む、はい、
良かったと思います、それぞれが一生懸命、ね、進もうとしてたのが分かったから良かったと思いますよ。ですね、ちょっとアラスボンド見せてもらっていいですか。右足横にの時ね、はい、で上からですね、はい、右足横に出すでしょ。でその横に出して、でその足は床から離れないように頑張ってください。そうですね、はい、それを忘れずに1分の1ずつのエシャップいきましょう。手は使いません。方向をしっかり見せます。膝裏ストーンサンプル、手は柔らかく、肘落としてる人いますよ、肘は落とさない、立ち切りましょう。ポアントに立ち切ります。しっかりかかととかかとが向き合うように、シソンサンプル、はい、おしまいです。はい、頑張りました。頑張って。はい、サドブレピレット、はい、頑張ったと思うよ、良かったです。いいよ。トーシューズのレッスンはいかがでしたか。ソフィーのメンバーも一生懸命頑張っています。もちろんまだまだなところはたくさんあるんですけれども、温かく見守ってくださればと思います。今日はとっても嬉しいことがあったんです。ちょっとだけお話しさせてもらってもいいですか。体験者が来てくださったんですけれども、そのお母様の声なんです。先生のお人柄がわかる愛ある素敵なレッスンでした。私が受けたいくらいです。本人とも相談しますが、ぜひ通わせたいと、感動するお教室でした。ありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しい。私が感動です。涙が出ます。結構バレエスタジオって、入ったり出たり、いろいろあるんですよ。でも、やっぱりね、私は出会いの数だけ別れがあるのは分かってはいるんですけれども、やっぱり別れの時はとっても寂しい思いをするんですよね。でもこうやって出会いがある、すごく嬉しいなと思いました。ぜひぜひあなたもソフィーのメンバーになりませんか。いつでもお待ちしています。ではまた撮っていきます。どうぞよろしくお願いします。いつもありがとうございます。